はい、8月の26日、吉田さん東京ですけど大丈夫ですかね。今鹿児島いるんじゃないですかね。今ね、リカちゃんからフェイスブックで友達申請送ったらしいんで、ぜひ承認していただいて、直接確認していただければ一番いいと思うんですけどもね。もしかしたらどっちか私の通訳が間違ってるのかもしれませんし、よろしくお願いします。まあそれでね、何でしょうかね、これ何て言ってたかな。例えば生まれた瞬間にですね、生まれた瞬間になんかそのロケットに開発ロケット、ああなるほどね。これはね、やっぱり自分が少数決を持てっていう話だったと思いますね。そうなんですよ、多くの方はみんながやってることをやりたがるんですよ。なぜか日本人って前習いだよねとか言って軽く批判しながら、お前もそうだっていうね本当にそうなんですよ。みんながやってるところに行くのを安心するというね。自分一人だけが違うことをやってることがものすごく怖いんですよね。でもやっぱり独特のことをやるところしか、クオリティって生まれてこないんですよね。クリエイターさんっているんですけども、クリエイターさんって実はね、みんな単なる作業者なんですよ。もう同じことやってるんですよ。でクリエイター意識っていうものをぼやっと思ってるんですけども、その似たり寄ったりなんですよね。オリジナリティがないと言いますか、あ、そんなこと考えてるのっていうのがなかったり、その結局テンプレートなんですよね。コピペなんですよ、人生とか思考とかが全部そうです。んで言葉遣いまでコピペなんですよ。オリジナルの言葉がないんですよね。なんかね、誰かが使ってる言葉、世の中で流行ってる言葉をパッ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 と使って共通言語として多くの人に通用する言葉をやっぱり自分でも使っていくってことですよね。まあそれは全部が全部、変だよねって話じゃないんですけども、やっぱりね、どちらかというとビジネスをやっていくとか自分の人生を生きる人っていうのは、自分で使ってる言葉が周りの人に使われるっていう風なね、そんな先導ができる影響力があるってことなんではないかなと思いますよね。多くの方が使ってる概念とか言葉に乗っかっていくっていうのももちろんあるんですけどもね、創作もやっぱりいくつかないといけないのかなと思いますよね。まあだからね、なんか一定期間で同じような怪我をする人が同じことで現れるのかな。要するにトレンドが発生するってことですよね。でそのトレンドを狙い撃つのが広告事業者ですから、まあメディア発信者とかね、あ、みんなが同じ方向向かってるな、よし、じゃあこれ置いとこうみたいな感じで、儲かるわけなんですよ。で多くの方はそれにもう完全に操られてるんですよ。操られてないと思うところが一番操られてるんですよね。自分の選択でやってると思って行った先には同じ選択結果を出している人がたくさんいるから、自分の選択はああ良かったんだと思うところが、あつから、これはね、操られてるんですね。わかりますかね。これ自分の選択で進んだ結果、自分が一人ぼっちだったことに安心するっていう精神ってのはあんまりないと思うんですよね。で私はね、自分の選択肢を誰も選ばなかった、自分一人しか選ばなかったことがむちゃくちゃね、あ、良かったと思うんですよ。それが結果的に間違っていたとしても、自分の選択、自分のゴールっていうのは自分しか選べなかった、オリジナリティがあるなっていうふうに感じるわけですよね。もちろん選んだ結果、多くの人が選んだものとイコールってこともたまにありますんで、この辺の見極めはなかなか難しいんですけどね。まあそんな感じでちょっとだけひねくれながらやっていくのかなと思います。だからね、結局何が大事かっていうと、現象は同じだとしてもそこからどんな解釈を用いていくかってことなんですよ。だからね、他の人と同じ解釈になった瞬間、ちょっとね、別の解釈を作っていこうっていう風になっていった方がいいのかなと思うんですよ。まあ例えばテストでカンニングして隣の人と同じ答えを書かないと、あえて書かないみたいなね、そんな考え方ですかね。まあ、そういう意味で他の人が何をしてるのかってことを見ることはありますけども、なんかいろいろとね、ありますよね。その芸能界のニュースとかありますけど、私は全然わかんないんですよね。わかんなくてよかったと思います。わかったらその芸能情報を発信している人のバイアスに巻き込まれるんで、どん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 自分から離れていくんですよ。わかんないですからね。なんかね、今日なんか小泉進次郎さんと滝川クリスタルさんがご結婚されたそうなんですけども、滝川クリスタルさんっていう人、私分かりませんでした。よかったです。小泉進次郎さんは政治家として私モデリングしてるところはあるんですよ、喋り方とかね。でもやっぱり小泉純一郎
総理の、まあ、息子さんということでね、結局、うん、小泉進次郎さんがどんな思考を持っていても大きな組織の意向を代表する立場になると私たち国民から搾取し、そして、日本以外の国に有利な政策を進めざるを得ないっていうのはね、変わらないかと思いますよね。小泉進次郎さんはね、もしかしたら革命を起こそうとしてるのかもしれない、本当に国民のことを考えてくれるのかもしれない。でも小泉進次郎さんがそう思ってたところで小泉進次郎さんの思う通りには行かせられないということですよね。いやー困ったもんですね。はい、いろいろと話が散見しそうなんで今日はこの辺で終わりにしましょうか。で、まあね、吉田さん8月26日もしね東京でお会いできるようでしたら焼肉でも食べましょう。私26日は多分1日スパンと暇なんですよ。25日にね、海老名で、FX のオフ会があって、26日が中日で、27日はですね男はつらいよのなんかね限定なんか何だったかな、なんか限定イベントに呼ばれてるんですよ。すごいでしょ。では失礼します。